はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、極ノースピスタ地区の隠しステージ4、こちらを解放していきたいと思います。隠しステージ4はステージ37でアンドロイド山田を使ってクリアすると解放されます。さあやっていきましょう。アンドロイド山田はね、僕はガチャでゲットしましたけども、皆さんはね、もう入手しましたでしょうか。まあ B ランク妖怪でハグレ族ということでね、微妙な位置づけですけども、今回使っている妖怪は画面の下の方に出しておきますが、豪傑系ですね。スカイシャリマン、そして赤鬼、青鬼、黒鬼、呂布、こちらの4体プラスアンドロイド山田を選んでみました。豪傑系はね、結構破壊力がすごいです。スカイシャリマン全体攻撃、そして赤鬼で攻撃力アップしとキーの攻撃ですね。さあこれでクリアです。さあスコアの方が50満点で 240Y マネー。さあ隠しステージが解放されました。さあ早速やってみたいと思います。おっと、ブルックリンですね。ブルックリンは豪傑系で経験値アップの能力があるということで、まあ経験値稼ぎにはね使えるんじゃないでしょうか。今回豪傑族で固めています。先ほどからスカイシャリマンをブルックリンに変えての挑戦ですね。一応好物のホットドッグ与えていますが、なかなかね、僕がやった感じこのブルックリン落ちないです。B ランク妖怪にしてはね、ちょっと落ちづらいかなという感じはしますね。まあ現在ショップで購入できる鉱物があまりね、ホットドッグの安いやつしか手に入らないので、まだちょっと現時点ではちょっと夏希のイケメン犬使ってもなかなか落ちないという感じですね。さあ経験値アップ、そして赤鬼の攻撃力アップからの山吹鬼なので、まあ現時点ではね、なかなか落ちにくいので、まあここであまり頑張るよりも、まあ多分ね、おそらくもう少ししたらあのホットドッグアイテム追加ショップにね追加されてくるので、そちらゲットしてから周回してレベル上げした方が効率的にはいいのかなと思っています。さあ最後ブルックリン山吹鬼でとどめです。スコアの方はね、かなり伸びましたね。66満点、 Y マネーの方も結構いったんじゃないでしょうか。 297Y マネー、経験値がね1600なんで、かなりゲットすることができました。これは嬉しいよね。さあ最後にアンドロイド山田のね必殺技をチェックしておきましょう。へそビームということで、強いんだか弱いんだかよくわからないですね。さあ残りは赤鬼の攻撃力アップからの必殺技で、まあ経験値と Y マネー稼いでおきたいと思います。さあ青鬼、さあどうだ。さあ皆さんはね、どうでしょう、このアンドロイド山田のおはじきイベント、もうアンドロイド山田 S はねゲットしましたかね。僕はまだなんで、これからゲットしていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。